皆さんこんにちは、ペレと申します。先日コメント欄でこのようなご依頼をいただきました。ブラックホワイトで手持ちボックスともに満帆の状態でレシラムゼクロム捕獲シナリオに進むとどうなりますか。これがどういうことかと言いますと、ゼクロムの捕獲イベントでゼクロムを倒してしまうと、そうするとこのようにゼクロムは捕まえてみろとペレを見つめているとなるわけですけども、これってゼクロムをゲットするまでもうイベントが進まなくなってしまうんですよ。じゃあ手持ちとボックスがパンパンの状態でやったらこれはどうなるんですかと。では早速ボックスの限界まで捕まえていこうと思います。はい、というわけでボックス1から24まで全部埋めてきました。いや、まずこれ最後のイベントが発生するかどうかですよね。どうなんだろう。あ、でも N 来るわ。ゼクルムもちゃんと出てきましたね。いや、でも戦えますよこれ。いや、そもそもこれボール投げられるか見てみましょうか。あー、投げられませんね。ボックスがいっぱいですと。じゃあまあ倒しますか。え？え？進んだんだけど。え、通常通りイベント進むんですけど、どういうこと？え、ゼクロムどこ行った？普通にエンディングに突入しそうです。え？僕のゼクロムは？はい、というわけで、さすがに消えるってことはないだろうと思って探したらいました。竜螺旋の塔の上に来るんだ、これ。というわけで、検証結果。手持ちとボックスをすべて埋めてから、ゼクロム、レシラムに挑戦すると、イベントは進んで、ストーリークリア後に竜螺旋の塔で捕獲ができると。ちなみにこれ一回倒してしまっても、殿堂入りをし直せばもう一度挑戦できるみたいです。いや、これ10年前に知りたかったですよね。僕の場合、周りのみんながどんどんストーリーをクリアしてる中で、どうしてもレシラム、ゼクロムの個体値の厳選が終わらなくて、それで僕がクリアした時にはもうみんなポケモン飽きちゃってるみたいな。そんな状況だったんですよね。まあ今もブラックホワイトでレシラムゼクロムの厳選してる方いらっしゃるかもしれませんので、その方はよかったら720匹ポケモン捕まえたらストーリーをクリアした上でゼクロムレシラムの厳選ができますので、よかったらやってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。それじゃあ。